どうも皆さん、おはようございます。リフトハンチャンネルの、鈴木貴博です。今日もですね、朝からウーバーの配達に行ってまいりまして、4件ぐらいね回ってきました。合計時間的には3時間ぐらい回りましたかね。まあ、ちょっと小雨降る中、やってきたんですけれども、楽しかったですね。で、昨日は大雨の影響で Uber のサービスが一時停止してましたが、そちらが今日の深夜のね0時ぐらいから復活しまして、それも第一番で僕がやってきたっていう、そういうところですね。はい。まあね、法規卒業した後の、まあ、Uber は割と順調な感じがしますね。まあもちろん完全ではないですけれども、やっぱり前よりかは結構楽になったなっていう、そういう感じがしております。その参考になったのは僕の父親で、昔からの向いた状態が大事だみたいなことをですね、なんか遠回しに表現していたんで、僕もまあそれに準じて、まあ、やった、そんな次第です。はい。で、今日は障害エネルギーレベル3の日なんですけれども、まあ性欲なんかもまああって、まあ若干ムラムラはしますけれどもね。ただまあ雨が降ってる影響もあり、あとはそのコインランドリーに洗濯物持ってってなくて洗ってないんで、まあ、すぐにオナニーができないという現状もあってね、ちょっとまあなかなか身動きが取れない状態で固まっているような、そんなところですね。で、やっぱりコロナその問題っていうのがもともとまだ残っていて、まあ、人口の約5割がじゃあコロナに感染しましたとなるとですね、やっぱり違和感をやっぱ感じますね。どうしてもね、特にコロナは異音発生しますからね。どんどん、ね、僕らが、いろいろ対策をしてもですね、防ぎきれないし、髪の毛もすごいだらしないですし、それはカーブスっていう、まあ、この下のテナントのそのフィットジムもそうなんですけれども、とにかくうるさいですね。起用歴がついたようなそういうコスパいい音を立てるんで、やっぱり気持ち悪いなと思いながら、あれが来ないことを常に願っているような、そんなウーバーイーツの配達員だなってと僕は思っていますね。まあ、コロナウイルスはそのかなりしつこいですから、僕らの生活をですね、徐々にこう収縮させていくような、そういうところがあってですね、やっぱり危機感を感じざるを得ないし、今原美希さんっていう力み症の方もそうかもしれませんけれども、やっぱりどっかね差別されるんではないかっていう、そういう感じがしますけれどもね。コロナウイルスっていうのが、まあ、どんだけうるさいかっていうのをですね、まあ、録音機でこう録音するとよくわかるんですよ。その必ず変な異音が入ってくるという苦しい、髪の毛もすごいだらしないし、でとにかく右側通行してるんでやっぱり邪魔になるっていうところですね。で、まあコロナウイルス、まあその人口の約5割ですかね、あののまま台頭するよう な, なんか人生末ですね。だから体の病気をさですると、そのどうしても右側通行になるっていうふうに言われているので、やっぱあの方々の動きというものがやっぱりどうしてもその、まあ、邪魔になる、まあ、それはもう言うまでもないことだって言うんですよね。まあ当たり前ですと普通の逆ですから、まあ左利きだったらまだ分かるかもしれないけど、右利きの人がそういうふうな動きをするとね、本当邪魔になるんですよね。だからその岸田総理大臣もそうですけれども、なんでああいうのをですね、まあ、やったのかっていうのは本当疑問が残る、そんなところです。隣人のその F さんという方もそうですし、あとはその、まあ、僕の親もそう、姉もそうなんですけれども、とにかく逆なのでね、やっぱ邪魔になるんですよ。で、まあ、なんていうか、そのコロナウイルス
ていう、そういう排出するのに宮戸時代どのぐらいかかるかというとですね、多分3年はかかるんではないかと思います。そういうのっていうのは医師のその免疫疾患のようなものですから、そのやっぱりそのエイズウイルスみたいなもんでですね、まあその排出に多分相当な、年月がねかかると思われるんですね。で例えば創価学会とかね、まあ心尿炎とか立証構成会とか、まあ、ああいうところに多いと思います。で今更その病院に通っても若干手遅れみたいなところもあるし、今更5類に移行したからインフルエンザと同じみたいな、そういうことをしてもですね、あんまり意味がないと思います。それは根本的にはそのエースっていうものはそういうのを占めているので、その形は違えど同じものを意味していますよね。だからそれはその昔の職場にそのユミさんというのもそうだけれども、そう田舎にこう左遷させられるぐらいのそういうものがないと若干ちょっとそのまあ匂いよねみたいな、そういうところだと思っていて、ただまあ立川市としてはまあどうもできないところがまあですね、まあまあなんとかこうそういう人たちの動きを注視しながら、なんとかこうやっていく、そういうイベントのそういうあれと似てますよね。まあ、僕はちょっとイラッとするからまあその嫌いなんですけれども、まあまあ所詮病気のそういう方だと熱心にこう見てたのそういうあれですから、まあ僕は優越感が浸れるからいいものの、ただ若干こそばゆいそういうのはやっぱり不快であるというのは確かかなというふうに感じた次第であります。はい、ではご視聴ありがとうございました。ではまた。